県内の私立高校では入学試験が今日一斉にスタートしました。雪の影響を考慮し、試験の開始を遅らせた学校もありました。大雪予報が出ていた県内ですが、現在静岡市内は雨が降っています。私立の高校では今日から入学試験が始まりました。静岡市青井区の静岡学園高校では午前7時半ごろから続々と受験生が集まりました。 今年も試験会場では感染症対策として消毒やこまめな換気などを徹底。席に着いた受験生たちは直前まで参考書やノートを見返すなどして、試験開始の合図を緊張した表情で待ちました。また、雪の影響で試験が実施できるか特に危惧されていた県東部の11の私立高校について、

2万7294人で倍率は2.34倍合格発表は今月16日を予定しています。